よし手洗った洗ってないね。手洗ってないって言ってるな。手洗ってなくても甘がっていく。行きましょう。さあ、よろしくお願いします。あ、じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、ミュートします。ミュートします。ほう、来ましたね。さて、まあ僕も手に関しては人のことを言えないんですけどね。はい、あのトイレ生配信行くとさ、やっぱなんだろう、あのトイレ早く帰ってこなきゃっていう思想に駆られるんだよね。だからどうしてもね、あれなんですよね。さてと、これはいいんじゃないですか。もう結構強気に動いていきますわ。これで早めに行ってればライトお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。早っ早っ早っ。ソウロのところで、ソウロがあるんだここに。はい、酸素のところで見つけました。ほう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 。暗くなってから動いてたら、あのリポートの表示だけ出てきて、ちょっと探したら酸素のもう真ん中くらいで、あーなるほど、なくなっていらっしゃったんです、いう感じで、直前まで僕はナビゲーションのところで、ね、暗く、はい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 、なって、多分、あとメスさんともう一人くらい、もう一人いたね、誰だっけな。私も多分ナビゲーションいました。ナビゲーションか、ですね、なるほどなるほど。僕は一応今、もう最優先でライトに向かってて、ストレージらへんまでもう進んでました。うーん、僕もその通路の途中ぐらいまで、最後メスさんとミスさんが後ろにいたと思うんですけど、いたかな。いた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 かな。記憶いない。誰とも会ってねえな。でも初動令和はどこにいた。俺ね、ウェポンでなんか見たことない助かったらやって、だからなんか隕石いっぱい飛んできて、やべやべやべって夢中で倒してて、あの撃つやつね、撃つやつね。それで、はい、やべやべって夢中になって、でアゼン消えてると思ってバーって行こうと思ったらなったみたいな感じだから。ほう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 。だから酸素的にもびっくりする。でもこれ近くじゃんと思ってる。これ多分初動全員右行ってるんすよね。これ行ってるね。はい、はい、で多分それぞれタスクやってて、で電気消えて、うん、からってこと。うん、その後僕は直で向かってたからな。でもメロンパン、ね、メロンパンさん逆によく気づけましたよね今。いやそう、確かに本当に。なんで酸素の方行ってて、はいはい、あのもう表示だけ出てきたんで最初どこにあるか分かんない。なるほどなるほど。機械が、うん、結構広いっすもんね。 あのレポートのあれが。そうですそうです。はい、あの表示範囲が広いのか分かんないですけど、矢印の方角的に酸素かなと思ったってこと。いや、なんかでその辺うろついたら酸素のところに。ああなるほど、ね、なるほど。でも視界狭かったんでちょっとだけ手間取っちゃいました。はい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 。でもナビゲーションにいたけど、私も比較さんぐらいストレージのとこぐらいまでは行ってました。おお、確かに近くにいた最終的には。どうします。コンかな。またいやいやいや、またちょっともう一回いいですか。後で押していいですか。あ、じゃあ置きましょう、押しましょう、押しましょう。一旦メイドします。コンのトーク聞きたい。いっつもコンさん、いっつもコンさん。でもコンさんがさ、いやでも今のキルめちゃくちゃ良くなかった。あそこいいね、初動であれやんのいいな。あそこライトは来んのか、コミュニカライトで。今のキル良かったね。まあ紛れてちょうど左側だけ浮いてたからさ、あそこわざわざ酸素にあれってなんないもんね。オッケー、これで あれライト消えてないか。オッケー、お疲れ様です。はいはい、お疲れっす。あ、ちなみになんですけど、あの一応スキップ入れるようにしません、はい、みんな。あれ間違えて誰かが投票しちゃうと釣れちゃうんで。あ、確かに。スキップだけ入れるように僕も注意します。僕も忘れてたんですけど。はい、了解です。僕令和チャンネルじゃねえかなって思ってるんですけど。あ、俺、ほうほう、はい、違います。いや俺違う、違う、言わないでしょ。違いますって言っても言わないでしょ。いや、そのやべ、僕ウェポンズで一緒に令和さん見たんですよ。あ、じゃあ直前までいたのコンか。はい、うん、で僕なんかカフェテリアの方通ってで終わったんですけど、どうだろうね。なんかその場所的に他の人見てないから、なんか O2 に行けるの、あ、俺かなって感じでしょ、令和さんぐらいなのかなっていう疑いの目です。あ、
なるほどな。他にいないですよね。レイはウェポンからさ、あの暗くなった時にどっちからそのエレクトリカル向かった？うん、左か下？完全に下。で下行って。だから、鳴らされた時の居場所、俺完全に犯人ねって。なんなら。あー。その時の場所だけ言うと。だから、すげえ、だから犯人すげえなと思って。で、しかもさ、その犯人いそうなルートにみんな密集してんのに、誰だろうとか思ってんだけどね、俺は。だから逆に来んかみたいな。だから俺は逆に来んよ。な、最後に近くにいた人なんだよな、ウェポンあたりに。いや、それ。でも直前にやってんじゃない、さすがに。うん、こんなに立ってないですからね、そもそも。ゲーム始まって。ジョーバン、お前か。いや、でもさすがにセルフレポートの旨味がいや、さすがに、うまみないと思うんだよな、あそこで。リスク多すぎますよね。周りに人もいないですし、別に。いや、そうなんだよな。スルーしといた方がね。確かに見つけた人間はじゃあ、ほぼ白って。笹岡さん、ちなみにどんな動きしてました？私はナビゲーションでタスク終わった瞬間になって、ほうほうほう、あ、なってっていうか、あのちっちゃくなっちゃって光が、うん、あ、でエレクトリカル向かってストレージらへんで通報があったって感じです。なるほど。まあそれ通りなんだな。なんとでも言えるかかな。いやでもヒカクさんとほぼ一緒に動いてたと思います。はいはい、最後ストレージらへんでは、はい、一旦誰もいないから入れたんですけど、あー、ごめん、押せなかった、どうしますなかったでも、もう了解です。もう、かんねー、一旦ミュートします。はい、一旦ミュートします。オッケー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 。これ、僕、笹岡さんと一緒に行動してたっていうのどうしようかなと思ったんですけど、笹岡さんが見えてるなら僕、笹岡さんと一緒にいたって言っていいかなと思うんで、逆に笹岡さんが先頭で行ってたっていう証明になるから、まあ、これいい気がする。オッケー、かなり順調にいけてる。これちょっと紛れていきたいね、正直。ふぅ、初動で一人やれたのはかなりでかいから、一旦ゆっくり、ここはそんな焦らずいきたいな。よし、あ、一平さんやってもいいっすよ、コンさん。一平さんやるかなと思ったけど、さすがにないか。一平さんにちょっとキルを譲りに行ったわ、荒野行動みたいな感じで。でもキル奪うのは怒られるっしょ。はい、さあでもちょっと今のは、うわ、みんないるね。あー、そこワンチャンやってもよかったな、今そんな気がする。全員いるよね、全員いるよね、これね。オッケーオッケーオッケー。初動で全員いて、ライト打ちたいな、ライト打ちたいっちゃライト打ちたい。全員いる？ほうほうほう。笹岡さんを後ろ置きしときたいね。さて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 、ここからだな。やってもいいけどな。でも3人いるから無理だな。さあ、O2 鳴らす。で、こっからどういくからな。一旦下でから、で、さ、これ解きに来る人いいのかな、2人いるね。28541、全員いる。結構固まってるな。どうしよっかな、こっから、こっからどう行くかなんだけど、次逆に振るか、次ここでライト打ちたいな、ここでライト打ちたい、正直ここでライト打って、ライト打ってメロンさんやって、オッケー、ナイスコ、素晴らしい素晴らしい、ナイス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 、これでかいよ、これでかいよ、これでかいよ、非常にでかい。ここ閉めて、ここ閉めて、で、からの、からの逆す、行きたいけど、稼げるか、稼げるか、時間、時間稼げるか、これで殺せば勝ち、これで殺せば勝ち、早く、あと10秒、時間立て、時間立て、時間立て、これ勝てる、
やってるふりして、レイヤーちゃんで殺して、さあ行くぞ、最後のさよなら。オッケー、ナイス、よし、ありがとうございます。マジで、いや、なんか手だれの反抗感ありましたよね。一平さん、さすが。いや、かぶりきりされました。今日やってないのに。いやー、早かったね。いやー、マジか。ヒカック、ちょっと人の心で持ってたのやめろ。やばいよ。いや、でも一平さんがダブルキルしてくれたんで、そのおかげっすね。あ、ダブルキルしたんや。はい。手口が FDH すぎるわ。ヒカックさん、人殺しすぎ。いや、今ならラッキーでしたね。最近登録者増えてから人殺しすぎだよ。おっちゃっちゃった。いやー、一平さんが反応してくれたのと、最初に執念さんをこっそり殺したのがでかかったっすね。今のってダブルキルだった。なるほど。コンさんの時はダブルキルっすね。おー。ライト消して、僕がメロンパンさん殺して、おお、コンさんがそっち死体の方行ったんでヤバって思ったんですけど、そこで一平さん殺してくれたんで、はい、めっちゃ助かりました。で最後バーン、そう、レポートのボタンが出た瞬間に殺された。いや、マジナイス、一平さん今のこれめっちゃヤバかった。惜しい、マジか。押せよコーン。お前何してんだコーン。けんなよマジで。誰のせいか言ってみろよ。言ってみろよ。俺のせいだ。いいよ。若槻ごめんなさい、そんな自分責めんなって。いやー、急に優しかった。誰のせいかって言うとコンのせいだけど、まあまあ、はいはいはい、次頑張ろう。いやいや、もう見とけお前ナビゲーションでよ。ちょっとヒカックさ、なんかさ、部屋閉じ込められた時にさ、はい、なんか全然なんか一緒になんかわちゃわちゃしてたから、わあ友達だとか思った瞬間に首ひねられたい。いや、あのね、あの時間、あの直前にメロンパンさん殺してて殺せなかったんよ。ああ、なるほどね。そうそうそう。で、一番最悪のパターンは令和チャンネルが右側行って死体レポートされると嫌だったから、とりあえず閉じて。ああ、すげえ。そうそうそう。いや、なるほど。で、だってってなったら何もせん比較見たら、俺はそこになんかええって言っちゃうから。そう、見事やったと。で、レイヤーさんついてきてほしいから上の方行ったんだよね、アドミンの方に行くように。うん、いや、俺は比較と友達になりたいと思ってるから近寄ったらさ、首ひねられたんだ。